この持ってきた森から管理人ということで、このね前の環境だったら赤緑のフェッチから持ってきた森で管理人ということは絶対なかったですよ、ね、ものすごい違和感ですからね、うん、温泉468人だそうです。なるほど、ティムール、ティムールっすね。まず色が、まあでもそれだけでは何かわからないんでね、うん、さあティムールの3色ランド、赤緑青の3色ランドタップインでターンを終えたのはグランプリシンガポールのチャンピオンですね、ひとみさんです。はい、あの時はリュウジがお世話になりましたと言っておきます、この場を借りて。お世話になったリュウジは初日本、初日本同じデッキを調整して、ね、はい、リュウジと頑張ってくれたひとみさんは優勝ということで、うん、まあ、リュウジの生きてる意味もあったなとその時は思いましたけど、はい、養分ですね。養分です、本当に養分です。さあ荻窪さんの方は管理を早々に三々に変えてアタックと、結構攻めっ気あふれる動きですね、荻窪さんの方は。お、さあひとみさん、お、ハヒカラス、もうマジですねこれ、これマジですね、マジティムールですね、おい、面白い、うん、2マナのねマナーブーストって何種類かあるんですよ、はい、で、まあ、絶対に入るのはあのあっち変異の方ですね、爪鳴らしの心配ですね、爪鳴らしは確実 で僕が見た限りだと、あと裏モグ出そうと思ったら02の2702で、同盟してたら2マナ出るやつ、はい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 、あれが候補としてはあって、多分2マナ域はねその3種類やと思うんですよね。うん、で3マナがそのクリチャーにしか出せない3マナ23と、はい、好きな色が出る3マナ21とそれはやばいなと思いますけど、好きな色が出る3マナ21はちょっとやばいですよね、やばいでしょ。あとはランパンのインスタントね、なんでインスタントやねみたいなね、誰が構えるねんっていう話ですけど。さあ荻窪さんの方は先ほどねちょっと問題になったあの管理人の、はい、まあ、ややこしいややこしいあれが解消されてます、はい、横に置くダイスで示すという形で、普通にもうやる気満々のティムール で、ね、でも当たるかっぽくない、当たるかが見えました、はい、スタボンディナーやると爪鳴らしが2枚ぐらいあるのかなと思うんですけど、赤ビドフェッチが見えてるってことですね、前の緑新人に近いような感じですかね、ちょっとでかい、あの3マナ44何でしたっけ名前、3マナ44ティムルの、あれですね、ナックルブレードですね、ナックルブレードの方、はい、そういう感じの戦い方ではないのかな、凶暴な賢人ではないと、リクマナっぽい、うん、って言ってもまあ強いカードやから普通に入ってる可能性は高いですけど、バイオゴリラなかなか、ね、活躍しなかったそのバイオゴリラの相性でしてしまわれてこんなん日本だけですけどね、このノリガンの確かにね、サベージナックルプレートですけども、さあ新環境で活躍できるのか、個人的にはこのメルカディアンマスクスの山がちょっと嬉しいです。ああそうなんですか、はい、僕もこのロブアレクサンダーの山大好きなので、ちょっとテンションおじいちゃんとしてはねテンション上がっちゃいますからシャッフルが多いですね、僕はむしろ、ね、日本語版は覚えてないです、コメント拾いますけども、英語版で覚えてるねって言うけども、英語でしか覚えてないです。さあ管理人殴っていきます、管理人プラス1カウンター乗って44、この激しめのアクションを受けて、さあさらにギデオンも追加、ひとみさんかなり押されてるように見えますけどもですね、ちょっと今のハンドだと当たるかまで無事につながるまでちょっと時間がかかるので、その間に44と増え続ける22で殴り続けられた、33ではない22か、22で殴り続けられると、ギデオンもこの次のターン55になって殴ってくる可能性はありますよね。そうですね、あでもこれで変異で、変異で置いて、はい、次のターン当たるか構えられるんで、うーん一応いけると、うん、まあ、このターンは頑固な日にいけるんですけど、まあ、今ギデオン出てきちゃった後なので、ね、ブロック今あずらでないですよね、いやブロックはしてないでしょ、ブロックしなかったらギデオンがクリーチャーがして殴ってきて死にません、ああ殴ってきたらアウトです、殴ってきますよね、はい、
ライフが9っていうのがね、もうちょっと良かったら ね、うん、ね、すぐできるんですけども。さあここは、まあ、表向きの爪ならしでジャンプせざるを得ません、はい、4点を受けて残りライフ5点、3、4、5、6、縦置きランドあるから一応当たるかは確定で出ます。さあそして3マナ、おぎこさんの方は二度白大変異ですかね、これは。そうですねさあ変異トークン、はい、テーブルに置いてたんですけども使ってくれました、嬉しいです。おはようございます。もうおじいです、兄貴ではないですライハの姿勢が来ましたね。なるほど。ということは赤身のドラゴンにタッチ青みたいな感じですね。新しいデッキですね。そうですね、あんまりいないですね。なるほど。ミドアオのこのミシュラランドとかが増えてマナベースがちょっと良くなったんですかね。そんなわけでもないか。ミドアオの、まあ、青いカード何が入ってるかですね。そうですね、うん、まあ、頑固な品だけは見えていると。赤身のドラゴンタッチアウトの可能性が大いにあると。はい、お、はじめましてです、ありがとうございます。ありがとうございます。これからも見てください、明日も放送するので見てくださいよ。今放送しているのはビッグマジックオープンスタンダードトーナメント本戦ですね。こちらの第2ラウンドの模様をお届けしております、はい、そっか、サルカンか。なるほどね、うん、ストブレがなくなったからゴマナイキがね、優秀なやつが欠けてるんですよ。で5でサルカン出てると次のターンランド置いて当たるかっていう風につながるので、サルカンか、氷瀑の姿勢はちょっとね、どっちに寄ってるかなんですけど、ライハの姿勢入ってるんで、青青から、あ、じゃあ赤赤から青青にはなかなかいかないように思うんですけどね。さあナチュラルに当たるか出せました。ギデオンに5点のダメージ与えますけども、横を抜けるクリーチャーがいっぱいいるということで投了となりました。竜殺しです。竜殺し、なるほど、はい、竜殺し、ほんまに竜殺して終わりっていうさあドラゴンデッキのキラーですけども、おい瞳あれやん、ビッグマジックのシャツ着てたやん。そうです、だからあのさっき言ってたあのビックスに入ってもらいました。え、そうなの、はい、すごいね。もうバリバリプロツアーでもあれを着て頑張ってくれるということで、僕先日結婚してあの福山雅治と被ってしまった人にすごく似てると思うんですけど、ね、まるまるジュニアって方ですね昔から思ってるんですけどさあこちらは、ユーティリティフィーチャーマッチテーブルですね。ドラフト今着てるのは、はい、ドラフトキングのね、はい、一番卓だと思います。お互いに縁起持ちを出して殴ってるって感じですね。やりかは土地止まっちゃってますね。はい、いかにね2マナ1 1デスタッチ縁起が優秀といえども、まあどうも青黒が非常に強いということでシナジーが自然に組めちゃうんでね、うん、この色だけ久々のね青黒めっちゃ強い環境ですよね、うん、オリジンの時は死んでもやりたくないとか言われてましたけど、あ確かに透明スリーブやですね、久々に見たの、うん、そうです、ドラフトキングの一番卓をフィーチャーマッチでお届けしています。こういうねあのスタンダードのサイドボード中とかにドラフトキングとかあのヴィンテージとかを今日は放送していって、いいですね、ヴィンテージいいな、ちょっとワクワクしますね。飽きないでしょそういうのがあったらね、はい、タイミングがあるマッチをこの緑のテーブルにお呼びして皆さんにも楽しんでいただこうというふうに思ってます。あのちなみにこのドラフトキングのピックのビデオの方も撮ってるはずなので、はい、そちらの方後で見てもらえると思いますよ。我々でワイワイ言いながらね、そうですね、そっち撮るんやとか言いながら楽しみましょう、はい、今から BMO 行きます、はい、よろしくお願いします、ぜひ来てください。そう、先ほどコメントにありましたけどもね、ハマスタ近くです、横浜スタジアムからすぐのところにあるので交通の便は悪くないと思うんですよね。そうですね、日本大通り駅から歩いてすぐ、いやもう何度見てもこの右下に目が行ってしまう龍二の中華一番に、はい、腹立ちますよねこの写真は。
そうですね、日本各地でも、ね、やりたいんですけどもね、集客を見込むとなると横浜がかなりいいんですよ、やっぱり。うん、そうですね、まあ、次回は大阪でやります。3月19日20日予定してます。はい、誕生日プレゼント持ってきてください。クロちゃんのプレバースで DM を。私22日です。37歳ですか、その時には。ほんまやね、もうびっくりやね。今37の声じゃなかったですね。今こそ46の声でしたよ。天竜源一郎みたいな。それやったら50超えてしまうよ。さあ、赤のテーブルスタンダードのフィーチャー、別のやつですね。別のやつやんね。はい、熱いでしょ、3本立てっすよ。びっくりした、瞳のデッキから速走飛び出したと思いました。速走かと思ってやりすぎやろうと思ったら、なわけはない。さあ、こちらのテーブルでは速走が走って、赤単体青緑のミシュラランドが出ているということで、はい、さあどんなデッキでしょう。サイが見えましたよ、白日元にですね、これ。白日ですね、うん、じゃあ、なるほど。早速新環境でブイブイ言わしている白日対サイ、あれですね、アタルカレットということで。まあでも新しいタイプのデッキなんで楽しみです、はい、ジェイス来た。ジェイスですね、これは。まあ、これは乱撃山ですぐさま除去されると思いますが、さあフェッチランド起動で、アタルカレットはマナベース強いんですよ。うん、フェッチからね、緑マナ持ってこれるってね、やりおるわって。クロさんのプレゼントって使えないものってイメージ。さあ、すごい動き、ダブル速走で乱撃山除去しながらの4点ですね。そうですね。さあ、そんな感じの試合を見ながらのサイドボーディング終わったので、はい、ひとみさんと荻窪さんのメインのフィーチャーマッチに戻ります。そうですね、一応白緑っていう色なんで、やっぱ相手のカードに干渉するのはあんま得意ではないなっていうのがあると思うんですけど。そうですね、除去で言ったらメインから入ってるのはそれこそ竜殺しとかですね、はい、あとドロモカコマンドでなんとかするっていう感じで、はい、だまあどっちかっていうとひとみの方のデッキがやりたいことをやれるっていう環境はあると思うので、あそこまで生き延びられれば大丈夫なんですけどね。ハヒカラスまで入ってるのはちょっとね、びっくりしましたけど、いやもうやっぱり選択肢がないんですね、はい、それぐらいしか。いいチョイスやと思います、僕は。なるほど、うん、パワー2あるってのもいざとなればね、そうそうそう、頼りになりますよね。まあ逆に言うとね、1マナのエルフがなくなったのって長い歴史の中で僕初めてじゃないかなと思うんですけど。まあそうですね、エルフじゃなくたとしても1マナクリーチャー、1マナクリのマナクリーチャーを完全に世の中からなくなったっていうのは、うん、確かにあるにはあったんですけど、うん、そういうのを使うデッキがそもそも、ね、ない環境だったんでセーフみたいな、うん、速攻のマナクリはね、やっぱり多分ですけどブレインズウォーカーとか入ってるはずなんで足引っ張るんじゃないのかなっていう。噛み合わないでしょうね、うん、であと2ターン目に出したときに、ね、速攻であっても嬉しくなんともないんでね、うん、何か速攻とか同盟者であることが生きるデッキが作れたらね、そうそうそう、話は変わりそうですけど、うん、でなければあんまり、ハヒカラスの方が無難というか、さあ管理人が三三になって殴っていきますが、姿勢出た、ライハの姿勢、3ターン目にこれ出ると結構いい動きですね、はい、もうこのカード本当かわいい、もうもうベタ褒め、この子は大好き、まあ、おじさんね、はい、ラスベガスでどっさり買ってね、いまだに持ってますけど、6ドルでしたっけ、でも打ちやすかったですよね、ライハの姿勢は6ドルでした、ね、安いわ、そういう話していいの、もういいですよ、公式じゃないから大丈夫です、公式じゃないから大丈夫です、あのね、公式じゃないから大丈夫っていう発言をするのもどうかなと思うけども、こんなんやってたらね、呼ばれなくなる可能性もありますけども。さあこれ、さあドロモカコマンドでマナクリーチャーである爪ならしの神秘化は除去されました。で、4-4の相打ち取って時間稼ぐか、うん、まあ長期戦の方がいいでしょうね。そうですね、ひとみさんの方がマナが、ね、笹焼森います、笹焼ありますね、ね、はい、青い人玉みたいなのが見えるんで、
さあここはタップインを処理してターンエンド。何枚買った？あの時12枚ぐらい買ったと思う確か。でプロモバージョンも8枚ぐらい買ってました、うん、そうそうそう、プロも8枚買った、ね、ジェイス買っとけばね、確かにノリで1個ちょうだいって言ったらなんでやねんって真顔で言われましたからね、うん、僕ね、でもすごいお買い得やったからね、大歓楽の元霊のね、あれ多分変な言語のやつ、ロシアかな、ロシアじゃない、ロシアですね、5ドルやったんですよね、安いですね、あれ安かった、まあ、モダンとかレガシーでも今後一生使うカードなんで、うん、お買い得ですよね、やっぱ欲しいと思ったものをね、好きな値段で買うっていう、そうです、こういうなんていうんですかね、イベントの醍醐味ですよね。今日のイベントでもね、かなり面白いカードいっぱい来てるんですよ。あ、そうですか。はい、あの特にね、あのエラーの類とかが面白いのが来てて、ワイバーンカードっていう全く違うカードゲームが裏目になってるマジックのカードが来てて、すごいね、面白いでしょ混入しすぎでしょそれ。そうです、それがね、フォールエンパイアとかのカードがそれと混入して、印刷所のミスになってたりとか、面白いですね。ちょっと最近、まあそれでも古いですけど、10年ぐらい前かなのカードだったら、ハリーポッターが裏目になってるとか。だからね、生産ライン考えた時にとてもそんなこと起きそうにないんですけどね。ないんですけどもね、不思議なもんで。ね、不思議やな。さあこの青いのは、マジックのね、最近には神話レアとかのイラストが描いてライアン・アレクサンダー・リーさんがビッグマジックのイベントのために書き下ろしてくれた、4時のトークンです、はい、あのワイプ、そうですね、あのプレイヤーカメラは後にアップになるんで、まあ、飾りみたいなもんですね、はい、でアングル的にはね、こっちよりもう一つの卓の方が見やすくない、この真上より。全部あるやつですか、うん、あのもうちょっと下から撮ってた感じだった。あれ多分寄ってますね、だいぶ、ね、あれの方がいいと思うけど。黒ちゃん注文入ったんで、これ明日になったら変わったかもしれません、うん、今日いきなり変えるの多分ね、いやまあちょっと視聴者の人にも聞きながらでいいと思うけど、そうですね、はい、こんなに引かなくてもいいと思うんやけどね。さあギデオンで殴ってというのが大木久さん、はい、当たるかいますよね、ヘイクリチャーを出しての感じですけども、対するひとみさんはささやき森の精霊で盤面をどんどん作っていって、しかしこれね、まあデンプロテクターやと、ドロモカコマンド拾われてギデオンと格闘みたいな形になるんで、そうですね、竜殺しで、まあでも竜殺しでも嫌やな、どっちみち殺されるしな。変異ってね、やっぱ音速の時弱かったですけど強くなりましたね、まさかこんなに使われる環境になるとは。フェイント4時が睨み合って、あのトークンは販売とかしてないんですよね。売ってますよ、もちろん。売ってるんですか、はい、あ、売ってるんですか、あれ買ってください。へえ。店舗になかったらビッグウェブの通販の方にあるんで、ぜひそちらで買ってください。賛美店いましたけど、賛美店はね、どっちかっていうとその変異っていうのをあんまり活かしてなかった。お、4マナでオープン。お、失勢や、熱い。失勢でギデオンの中性値を減らしてよっ、そう、自分でマナ払って表にちゃんとなるクリーチャーがやっぱいいですよね、はい、これは難しい。縦置きで爪ならしまで出してエンドするか、横置きで次のターンに縦置きの、はい、7マナにして当たるかを出すか。なるほど。爪ならし出すパターンだと、はい、爪ならしが死んじゃった時に恨める感じですか。恨めて次のターン横置きなんで出せないっていう。なるほど。欲張らずに、あ、忘れてる忘れてる、4時忘れてる、4時4時4時龍時じゃなくて4時忘れてる。 あ、ね、あれ強制、強制だったと思いますよ。一応ちょっとスタッフから確認してもらえますか。4時忘れてますね、確かに。エンドの4時がマストやったら言わなあかんじゃない、はい、強制ですね、でもターンいっちゃってるからどうなんのこれ。一応ジャッジ経由した方がいいです。スタッフお願いします。いや、リュウジって聞こえたらリュウジ忘れてませんって聞こえたんですね。びっくりしましたけど、リュウジ。こんなもん忘れたらそのままスルーなんかな。
一応スルー忘れちゃってるんで、一応ジャッジに、まあ、スタッフが確認してもらってますね。ゲームの方はもうガンガン進んじゃってるんで触れてないですけど、まあもうそのまま行くんですね。はい、もう行きますねこれは。さあだいぶもったいないですね。1枚の差ってありますもんね。 2-2 が出ると出ないではチャンプブロックできてましたから。さあこれで一応7マナで当たるかまではね、たどり着けはするんですけども、でも結果的に言うと4時忘れたおかげで月の当たるかを引けたっていうね。そうちょっとどっちが良かったんやろ。おかわりできてしまったと。さあ当たるかで5点2点で盤面はかなり強ざらい。これは相当強いです。しかしこのターンはまだどつくことはできないんで、ジャッジが止めてないんで、もうこれは誘発お互い忘れでスルーですね、はい、後からどっちかが気づいたとかになったらちょっとねいろいろあるかもしれないですけども。そうですね、お互いがスルーしてるんでおそらくゲーム後にちょっと注意とかが来るかもしれませんが、お互いに注意だと思いますよ、はい、めっちゃ止めた。さあハンガーバックはめっちゃ止めたよこれ。めっちゃ止め、まあおかわりいるからなんぼ出てきてもねもう関係ないっていうのが分かってるんで。ああロック出したかったんか。なるほど、気合のガン止めでハンガーバック処理して、あ嫌なの出てきた、でロックが出てくる。さらに管理ですけども、こうなったらもう当たるかおかわりするしかないですかね。当たるか、まあ一発目は殴ってするか。あでもまた微妙なの引きましたけど、ライフが3というのが18対3なんでね、うん、当たるか出して、はい、ロックとトークンか、まあ、管理人かどっちか分かんないですけど倒しとかないとね、これどっちかのドラゴン1匹対処されるだけで負けになってしまうっていう状態ですね。さあ当たるかを意を決してアタック、これはスルーで10対3ですね。ああそっちで行った。当たるか倒してね、ちゃんと2匹並んだあかんよさあトークン軍団を処理して、トークンと管理人としての6兆は残しました。あーやめてやめてやめて怖えあーちゃうかった、竜殺しじゃなかったらしいです竜殺しだったらねゲームオーバーでしたけども、竜殺しはゲームオーバーです。ということはデンプロですよね。デンプロですね。お、スタボンディナイアル。気がつけば荻窪さんもライフちょっと危ういとも言ってるんですよね。当たる側の陣で結構でかいっていう。でもこのターンこれ殴れないですよ、スルー言われると。当たるか単体ではねスルーですけど、残りのライフ3っていうのがね。さあ5マナ、お今度こそ忘れずに予示して、はい、ターンエンド出てきたのはささやきの森の精霊。またロックやということはデンプロ、あれあれデンプロじゃなかった、トカゲですかね。トカゲか、はい、デスミストラプター、シギの猛禽を。今の挙動はね見えますよ、瞳の側から見えますよ今のアタック。パカって言ってましたもんねああいうのね結構気をつけた方がいいですね。おはようってこう、そう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 、ドローするときとかのもね丸見えの人とか。ありますあります、見てるんで、ああいうのは注意した方がいいです。そうです、言ってあげた方がいいですよ ね。あ、僕終わってからね絶対言うようにしてます、うん、さあデスミストラプターと予示したのは古き吉野嵐技の話ですね、うん、これねだいぶピンチですね。さあそして6兆がおかわり、これダブルデートですね、つがいつがいで、うん、このまた当たるかや
お金に当たるか。この4羽の鳥をどうなんのかな、どう処理するか。でも当たるかでは足りないんじゃないかな。ドローするときに分かるっていうのは、そのドローの引き方によって、例えばライブラリーを相手に向けてパカって上げてしまった状態で引いちゃう人っていう、そう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 、変な癖がついてて、なんかね、勢いつけてバーンって引く人で、肩の上あたりまでね、野球で言うとピッチャーみたいな感じで、カードを上げてしまう人とかいるんですよね。そうすると全部こっちに見せながら引いてるみたいな感じになっててね、うん、まあ、フライデーとかやと、まあ、多いですよね、見えちゃってますよって。あと目線が高い人で自分の手札を見るときにこう、はい、全部天井向いてるみたいな感じの人もいるんですよね。こうなっちゃってるみたいな。そうそうそう、だからもうこっちに見せながらプレイしてくれてるみたいな、はいはいはい、そんな感じの人もいるんで、平面上にも手札を見えちゃってるって。そうですね、瞳は。ああ、投了ですか。今のはもったいないな。そのアタックでスルーされて諦めるっていうのはちょっともったいない気がしますけど、ダブルアタックでしょ。そのせめてフルアタックして、フルアタックでどうなるかわからないんですけど、僕は基本ああいう難しい場面になったら相手に考えさせるんで。なるほど、はい、負けなんですよ、もう今のドローの時点でもう勝ち目ないんで、はい、あとはもう静かに相手が間違えないというのを待つのみになってしまうんですけど、フルパンした後に何になるか分かんないんで、変な深みとかしてきて、そう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 、思いもかけないことは起きるのでね。結構それは言いますよね。もう負け確だけど投了せんととりあえず相手にターン返すとか、うん、だから、当たるかは少なくとも、まあ、通すという判断にした場合に、はい、後の2つは止めないといけないわけで、そうすると4-4-4-4で、まあ、なんだ、ライハの失勢とささやき森を2体ずつでブロックするっていう可能性はあるわけですね、はい、でそうなると、1匹ずつは殺せるので、向こうのロック長3-4のフライングが2匹しか残らなくなる、はい、そうですね、2は残ってる状態で、そうなると1匹を当たるから殺せば生き残るはずなんで、フルパンしてたら分からなかった可能性は、いけてたんじゃないの、当たるかやったんですかね、そもそもが見えてました。